ょっと話がしづらいですが、ウルさん、なんだ今日の相手はどうですかね。ヘトも持ってねえな。そうですか。だいたい何分ぐらいというふうに自分で考えてますか。だいたい5分って決めてんだけど、うん、一応試合的に考えたら10分以上だ。うん、結果は勝つに決まってんだろ。そうですか。負けるわけねえだろ。あのじゃあのもう赤いベルトは自分のものというふうな気持ちで。引退するまでこれ持ってんだよ。これも取られた時は引退してやる。あ、じゃあ今日負けたら引退というふうに考えていいわけですか。そうだよ。そうですか。負けるわけ。はい、どうもありがとうございました。おお、久しぶりに来ましたけど、今日のメインイベントです。最後までじっくりご覧いただきたいと思います。メリカバカーズ第1位格闘メインイベントを奪回1冠、いよいよ今日のメインイベントを迎えました。熱気あふれる山添アナウンサーの紹介があって、これから選手が入場してまいります。さあ、挑戦者豊田真奈美、そしてすぐに選手の紹介が行われます。リング上ピンクのテープが数多く投げ入れられました。リング上の熱気は長代千草あるいはライオネスアスカ、フラッシュギャルズ全盛期に決して負けておりません。そして今日はこのフラッシュの2人が放送席で実の後輩たちの試合を守っております。かつての CWA のシングル王者2人、さあ王者の入場であります。チャンピオンが入ってまいります。照明が変わり、音楽が変わり、そしてブル中野の登場であります。不気味な音楽に燃え上がる館内、左の胸に赤いベルトを押し付けるようにいたしまして、今のしのしと登場です。ブル中野、スリーダブル世界チャンピオン200のブル中野。そして今日はブル中野に対しまして、白いテープが何本も何本も飛ばされました。いつもは1本のテープも飛びません。しかし今日のブル中野に対しましては、数多くのファンから白いテープが飛んでおります。大田区体育館、全日本女子プロレス、またファンも変わってまいりました。大勢の男性ファンの今日は熱狂的な声援を受けております。チャンピオンのブル中野であります。そして放送席の2人がかつて巻いておりました赤いチャンピオンベルト、チンさん、はい、ね、どんな気持ちですか。そうですね、まあ、このベルトはね、私もアスカもあの一応ねタイトルで保持したことあるんですけどね、はい、まあこのね、この場所っていうのは結構スリーダブルAの物語っていうのが結構続いてるんですよ、はい、選手権で、だからね、まあ、このニューフェイスの豊田真奈美がブル中野を相手にどれだけの前線をできるかですね。勝つと思わないで自分の力を 100% 出してほしいですね。なるほど、うん、さあ今試合がどうやら始まったようであります。どうか、おお、目まぐるしい試合展開になってまいりました。トヨタのキックが入りました。しかしこれをドーンと出ております。今自分は100キロあるんですと今日胸を張って私に報告してくれました。まさに100キロチャンピオンでありますブル中野。トラリアート入った、綺麗に見事なラリアートがトヨタ真奈美に炸裂いたしまして、場内ドーッといったブームでおります。アスカ、はい、ブル中野の迫力はまた一段と増したでしょう。100キロですか。体大きくなったなと思って。100キロですか。100キロ、自分ではっきりと言ってましたよ。では動きがね衰えてないですからね。アスカと同じだ。何言ってんだよ。アスカだってね、引退するときはあれで87キロぐらいだったのかな。ありますね、ね、しかしそれを上回ること13キロ、半端じゃないウエイトですね。はい、でも動きますからね、これで。そうそう、だから怖い、手強いですよ。これはトヨタマナミも大きくなったと思ってたんですけども、今日のブル中野を相手にするといかにも細くて小さい感じがいたします。そうですね、はい、まあ、あのブルの、ね、マジ
っていかないようにしないと。本当ですね、マジシャンですよこの人は。はい、こういうことを言うと古いと言われますけども、まさに戦艦に対する駆逐艦ぐらいですね。そうね、そのぐらいの今日は体重差がありますけども、三宅君、はいはい、今日の2人のね、戦う前の様子、どんなもんでしたか。とにかくトヨタ選手はですね、はい、ブル中野選手に勝ってないわけです今まで。あ、そうだったかね。で下馬評もですね、どうしてもブル中野選手が勝つだろうと、はいはい、もう話題はですね、一体何分トヨタが持つかという、うん、そういう話になってるわけですよ、はい、でもトヨタ選手はね、そういう風に言ってる人たちに、トヨタってこんなにガツなる選手だったのかと、そういう言葉を言わせるような試合を見せないと。今日はね、試合前もそれほど緊張してなかったですね。そうだった。何かが吹っ切れたのか、それとも何か、まあ、スープレックス新しく開発してるって話もありますし、そうですか、何かがあるのか、まあ、その辺はちょっとはっきり分かりませんけども、今までの試合よりも緊張感は少ないようですね。あ、そう、新しく開発したスープレックスなんてね、今日はどんな技が出てもね、長与次さんに聞けるからね、安心して実況中継できますけども、現役時代7色のスープレックスを使った長与次さんですよね。その辺のところはじっくりね、先輩の次さんにも見ておいてもらいたいんですけどもね。他にどうですか。はい、さあ、これは後ろに落としましたブレンバスターで、まずカウント2を取りましたのがブル中野であります。今日は阿部さん、トヨタマの目見てると何をやったってね、この100キロのチャンピオンに通じないようなさっきから気持ちがしてるんですけど、どんなもんですかね。いやでも何回も何回もこうやっていかなきゃダメですね。ドロップキックもまあ今まで 5,6 回跳ね返されましたけどね、はいはい、それでも何回もやっていくのが大事ですよね。あれで諦めずに、やはり執念を持って何でもやればだと思います。岩尾も通して、こういうところかな。まあ改めて解説の阿部さんね、今日のこの3WA の世界シングル選手権、阿部さんはどういったところを一番注目してますか。ですね、やはりトヨタがね、まあ、どこまでこう先輩に近づいたかと、うん、まあ、60年組には一応勝ったんですけどね、はい、この後ろにもっともっと大きな壁がありますので、この壁をどこまで崩せるかと、うん、まあ、前線ではですね、やっぱりね、勝ってほしいなと思う感じですね。そうですか、うん、これ逆の形で入っているようですけども、やはりスリーパーホールドみたいな体験になっているわけですか。そうですね、ドラゴンスリーパーホールドですね、はい、後ろから行くやつですね。後ろから行ってね、はい、相当大きい対応ですけども、なんとかこのスリーパーホールドを逃れました。さあ今度はパンチ攻撃でありますが、ほとんど効いてない、一発で後ろに倒れました。足気にされております挑戦者トヨタマナミ、なかなかまともに一旦じゃ通じない、そんな感じもありますが、先輩のチグさん、はい、トヨタマナミに何かアドバイスをお願いしたいですね。そうですね、ここまで全く何をやったか気づない感じだもん。一瞬の魔人にでもですね、一部の隙ありですからね、はいはい、これはね、まあ、隙を狙っていくしかない。でも自分たちがね、例えば今のライオネスアスカと長井中佐っていうのが、はい、今のブル中野と対戦するとしたらどうします、どっからどういう風に持っていきますか。そうですね、まあ、ウェイトがありますからね、まあ、スタミナロックスさせることと、はい、やはり上半身がそれだけ重いですからね、下半身を崩す、崩していきますね、うん、でもやっぱりパワーでは絶対負けちゃいますから、今ちぐさが言ったようにやっぱり落ち着いて隙を狙って攻め込むことですね。試合が始まってね、もう何分か経ちますけども、とりあえずトヨタマナミが見せた構成というのは、一瞬の逆さ押さえ込み、あれがちょっとあったかなと、ね、相手は崩れてたけどね。でもね、逆さ押さえ込みっていうのは取ってる人には不利なんですよ、うん、なぜならばかける方がね不利なんですよ、うん、なぜならばこう全部回転してしまいますでしょ、うん、丸くなって、うんうんうん、抜けちゃうんですよ、はい、だからああいう技はね、あまり効果的じゃないと思うんですけどね。しかも今カウンター気味でしてね、ラリアート、はい、これも強烈に決まっております。得意の今ブリッジを披露いたしました。さあハイロドライバーになるのか、入った直角でやります、脳天空誘致。さあ右手を上げまして間に応えております、余裕の王者ブル中野であります。今のトヨタなんか見てますと、ちょっと表情が死んでましたがどうか。さあ今のやったのでありますが、これは一瞬だ。おーっと、ちょっとスリップをいたしました、ミサイルキックをかましました。さあようやくトヨタらしい動きが出てまいりました。そして今度は取りました、軽量です、未完全軽量であります。余裕を持って受けておりますブル中野。さあもう一回ロープに振りました、今度はトヨタどうするか、バックを取られました、軽々と後ろに落とされました。さあこれはどうか、あーっと危なかった。今トヨタの波の表情を見てましたが、カウントがね
2.5 ぐらい余裕を持って、しかしそのカウント自分で計算しておりました。まだ余裕はあるんでしょうか。100キロです。とにかく大変な迫力です。今日のブル中野叩きつけました。さあこれこのまま落ちると大変だ。トップロープに100キロが上がった。さあこれからどうするか。飛んだ、これはうまかった、うまくかわしました。さあトヨタの波どうするか、トヨタどうするか、このまま決めるか、エビ固めだ。しかしこれもカウント2。今のまともに食らってたらもう安倍さんあれで勝負ついたんじゃありませんか。いやまさに恐ろしい、まさに恐ろしい。ブル中野でやります。さあ一気に飛ぶか。さあここは飛んだ、飛んでいきましたが、どうもこれはよくは見えませんでしたが、どうなんでしょう。すかされましたね。かわされましたでしょう、じゃあトヨタの波が下に落ちてますね。あ、今カメラが捉えてくれました。さあブル中野この余裕の表情をご覧ください。かわしました。しかし場内の声援はトヨタコールでやります。あ、トヨタコールが巻き起こっております。超満員を抱きたい一貫、ヒートアップしております。場内しかしもうフラフラという感じ。挑戦者トヨタ真奈美、髪の毛をつかまれました。そしてさあイランロープに上がっているなだれ式の何が出るんでしょうか。トヨタうまく壊した、これはうまかった。さあトヨタが飛ぶか、トヨタが飛ぶか、一気に飛んだ、受け止めた、このままどうか、カウントが入る。あーってうまくかわしました。カウント2であります。しかし依然として髪の毛を持っている、このまま行く、決まるかどうか。あーっとカウントは、いやー君さん、はい、今のはいかがですか。ノーザナイトスープレックス、ねまあ、手をロックするのちょっと忘れてましたね。なるほどね、あれで手をロックしたらもう動けないですけどね。今度はどうか、返せるか。あーこれはジャーマンが出ました。スープレックスを応酬しております。これはどうやらスープレックス合戦か。そうですね、男性輩、長与千草の守る中、スープレックスの掛け合いであります。ノーザンライトスープレックスからジャーマンスープレックス、お題に応酬いたしましたが、カウント3は取れませんでした。さあ今度はどうするか。これはうまかった、回転エビがその体勢に入る。あしかし相手の100キロ大きすぎる。やっぱりね、塩野さん止められません。滑るんですよ塩野さん。そうでしょうね、もう先ほどから選手がね、もう汗がね、はい、にじみ出ててね、リングの上も滑るんですって。まあ夏の試合っていうのはね、選手にとっては一番戦いにくい。今のはちょっと危なかった。危ない危ない、ね、首がぐにゃんとしましたね、さあ、あーっとこのまま突きつけられました。パワーボールが決まったが、単独の勝利であります。最後は何か子供が勝利ような感じのパワーボールでしたね。まあ豊田にはまだ風が扱ったという感じですね、子供扱いに豊田真奈美されましたですか。阿部さん、塩野さん今マイクが行きました。はい、今日勝ったの当たり前だ。あれ水田ベルベルトだな。俺が手前した時は引退してる時だ。誰でも挑戦してこい。今ねマイクを使って怒鳴ってるんでよく分かんなかったけども、三宅君どういうことだった。いやあのですね、3AA はですね、自分のベルトだと、このベルトがこう誰かが取られた時は自分が引退する時だと、そういうことですね。ブルナカのじゃあ取られたら引退だと、そこまで今リングの上で言っちゃった、いやこれは塩野さんの試合前にもですね、ちゃんとのマイクの前で言ってましてですね。あーそうですか。じゃあ負けたら引退する、今日の試合で負けたら引退するわけですねって言ったらですね、負けるわけねえだろって言われたんですが、やっぱりそれだけの力を持ってるし、それだけの自信があったんでしょうね、やっぱりね。あーなるほどね。でもトヨタが頑張りましたよね、ブルを何度も追い込みましたもんね今日は。三宅君、三宅君はあの勝ったブルの中のこれからインタビューがあるんですか。はいはい、そうですか、はい、じゃあ三宅君はインタビューの方に行ってください。わかりました。いやいやしかしね、今あのちぐさ、はい、阿部さんにね、ちょっと私よく聞き取れなかったんでね、解説をしてもらったんですけども、自分が 3AA のベルト、赤いベルトを取られた時はやめる時だと、ここまで言えるということは今相当自信があるというか、まあ、自信は 100% あるんでしょうね。ねまあいつね、格闘技者というのはあのいつ落とし穴があって、いつ手放さなきゃいけないかというのはあるんですよ。それはもう裏返しですよね、裏表なんで、
もっとね彼女の力を引き伸ばすためにも、うん、私たちはですねその言葉っていうのは、うん、怒りせんまだ早い言葉じゃない、うん、ああそうだろうな、うんうん、36代チャンピオン、はい、アスカ、はい、今日のこの CWA の世界戦、そうですね、うん、やっぱり予想通りという形でしたけど、うん、トヨタもよく私たちが隙を隙をって言ったんですけど、はい、言った後から隙を狙ってね、うん、よく回転技とかね、うん、出してましたし、100キロの巨体を綺麗にジャーマンスープレックスで沈めたっていうことはすごいことだと思いますよ、うんうん、そうだね、もう期待できる選手だと期待できる、うん、負けても見どころはあると、ありますね、うん、あとブルもチャンピオンらしかったと思います、うんうん、これもトヨタにとっては嬉しいしね、はい、わかりました。それじゃあ三宅君、今インタビューの用意はできましたか？はいはい、それでは、ブル中野選手にインタビューします。赤いベルトをしっかりと抱きかかえてますが、なんか疲労困憊という感じがしないでもないですけども、どうなんですか？するわけねえだろ、すんのか？そうでもないですか？そうでもねえよ、ちゃんと喋れんだよ。リング上で最後やっぱり負けたら引退するんだというような言葉を、そんだけの覚悟なくちゃ試合はできないってことだ、今のプロレスは。なるほど。アジア選手も勝って、獄門島が本当に大暴れという感じがするんですがね。まあ、私がどうになったからだろうね、これは。もうダンプを超えたと、ブルさんもう言っていいですか、これは。私がダンプと組んでる頃から、プロレスの面で私の方が何倍も上なんだよ。あいつはただ振り回しただけだろ、しないよ。こっちはプロレスのテクニックがあんだよ。なるほど。プロレスの心があんだよ。なるほど。これからもじゃあ、獄門島の時代っていうのは、まだまだ続いていくと。当たり前だ。さあ、今日のトヨタについてどうですかね。まあ、頑張ったなんじゃないの。あ、そうですか。ああ、まだまだだけどね。でもこれからブルさんのライバルとして育っていくという気持ちありますか？ねえな、うん、そうですか。あくまでも強気ですけれども、赤いベルト、ブル中野の恋人になりつつありますね。そうだ。それでは引退までこれを持ち続けると。負けた時は引退する時だ。どうもお疲れ様でした。